はい、こんにちは。しょっぱなから心を折られたはるかです。今回は、木44、正気新潟オツに乗っていきます。新潟オツ、まあ何かっていうと、正気新潟に、40ミリ砲砲303基幹砲を乗せたタイプです。なんでこのタイミングに乗るかというと、まあ、見てもらうと分かる通り、対戦闘機戦闘では基本的に役立たずな機関砲なんですよ。弾が垂れるし、発射間隔も遅いし、何より、一発ずつ、ハリケーンマーク2 40ミリを乗せた、マーク2 D 型と違って一発ずつ発射しているので、弾幕を張ることが難しいです。またガンポットと違って翼内に装備されているので、速弾数が片門あたり10発と非常に少ないですね。でもって、弾が垂れるのと、また、発射間隔が遅いってさっき言いましたけど、まあ、それのせいでかなり緊急によらないと、弾が当たらないですよ。まあ、なので、基本的には、近距離に近づいてからの射撃が、勧誘になってくるんですけれども、ね、小回りが効く、戦闘機相手にそんなのはまあね、ちょっと難しい、弾が当たらないので、あまり乗ってる人は見かけないんですけども、まあ、でも今度、4発10爆撃機、B24 であってるっけ、リベレーターが来るそうなので、必然的に40ミリのなんていうんですか、価値が上がると思います。まあね、説明しなくても分かると思うんだけど、総発爆撃機に、使うにはちょっと癖がありすぎる。まあ、総発爆撃機にも当てるの難しいですよね。中途半端なサイズなので、まあ今回はちょっと運悪いけど、まあ単発機に使うにはちょっと弾が垂れすぎるし、総発爆撃機に使うには、勝手が悪い、弾が遅い、まあっていうか大体乗ってる総発爆撃機が足が速いのばっかなので、近距離まで近づくっていうことがほぼできないですよね。まあ、なので、4発爆撃機が出てきたらかなり必然的に、まあ、価値が上がるのではないかなと思います。はい、まあともあれやっていきましょう。まあ、ちょっと待機するんでちょっと早送りで、まあ、ハリケーンの方が、まあ、弾としては当てやすいんですけど、なぜ、正気にこだわるのかというと、まあ、知っての通り、正気の 40mm 砲303機関砲の方が、オフォースの 40mm 機関砲よりも威力が高いんです。まあ、何言ってんのか分かんないっていうかもしれないけど、向こうは2発、同時発射で、1発当たっても落ちないじゃないですか。だけ2発ちゃんと当てないと落ちないですよ。でもこっちはまあ見てもらった通り一発で相手を撃ち落とすことができます。砲身の長いホースの方が威力高いように見えるんだけどね。まあ4発爆撃機がね来たらね、あまり息ができてない、BF110 とか、この正気とか 40mm 積んでるね、正気とか、あとは火力があるけどあんまり積んでない自分がある、例えば スツーカの 37mm 砲装備とか、ね、まあ、そういう機体で爆撃機迎撃ができるのではないかなっていう淡い期待を込めて、さすがにね4発10爆撃機をね戦闘機と同じことでリスポーンさせるわけがないと
ただのね、こういうドッジボックスになってしまうので、さすがに運営もそこまで考えてないなと思います。今日は、動画公開日はクリスマスイブなんですけど、皆さんクリスマスプレゼントは何かもらえたでしょうか。僕は自分で買いました。せっかくだからみんなにクリスマスプレゼントでもあげようかなとか考えたんだけど、なんかね、物で釣るみたいなんで、やめました。このゲーム内でね、プレゼントそれに 40mm 持ちに乗ると全然弾が当たらないですね。実はね、この動画撮るにあたってね、最近、ここ1週間乗ってたんだけど、いやーね、 I16 のね、防御力の高さがやっぱり異常だね。正面から 40mm を2発ぶち込んだんだけど、ピンピンしてたんだよ。尾翼が飛んだぐらいだったかな。水平尾翼が飛んだぐらいで、向こうは格闘性能も高いしね。やっぱり I16 は日本機の天敵ですよ。 20mm を失ってもまだまだ強いしね。ちなみに今回は、40mm を持ってきているので、照準距離、弾が交差する距離は、450m にしてます。なので、かなり近距離に、寄らないと弾が当たりません。はい、というわけでおしまいです。はい、というわけで今回は気温4でした。総評としては高い上昇力といい運動性、ロール性能を持っています。40mm じゃなくて 20mm の方が戦いやすいかなと思います。それではまたね。